どれにするんだ。物語を進めるんだな。楽しめるといいんだけど。ついて行っていい？行ってらっしゃい。妖魔の気配するです。気をつけてください。はるかさんの喋り方が治ってないよ。もう加減の力は切れてるはずなのに。元に戻らないねん。私ずっとこのまま。どうしようこのままじゃはるかさんの仲間にもひばり怒られちゃうよ。なんてね。冗談よ冗談。ひばりの驚いた顔ったら。もうやだ。はるかさんびっくりしたんだから。この戦いが終わったらこんな風に一緒に笑えなくなるね。どうしてそう思うの？はるかさんはいつまでも抜け人じゃない。きっと悪人に戻っちゃう。なんとなくそう思うの。待って、ひばり、話は終わりよ。妖魔が近づいてきたわ。しかもこの木、相当強いわよ。え？まず精一杯戦って生き残ること。悲しい顔はその後よ。行きましょう。はい。任務開始。私の魅力にひれ伏しなさい。ゾクゾクしてきたわ。デスキン！よっ！やりすぎちゃったかしら。ひばり！いざ真紅の道に舞い散れ。行くです。私たち負けない。もうはるかさんったら。おことですか？ひばり激おこ。怒ってないよはるかさん。私もこの話し方なんか気に入っちゃった。ありがとうはるかさん。ひばりが思い切り戦えるように気を使ってるんだね。そんなことないよ。これが自然体です。はるかさん行くですよ。オッケーね。一緒にやっつけますです。
レバティ行くわよ、ヒバリ。おしくらまんじゅう最高よ。行くわよ、ヒバリ。おしくらまんじゅう最高よ。決着。さすがね、ヒバリ。帰ったらお菓子パーティーしましょう。やった勝った勝ったよ。そうだ、赤玉も念のために取っておかないと。赤玉は自分がもらう。ナラクちゃん、ナラクさん、どうして？カグラさんは覚醒したからもう赤玉は必要ないんじゃ。ヒバリ、カグラちゃんの様子が変よ。完全に覚醒したわけじゃないみたい。カグラ様、これを。早くこの赤玉を食べてください。そうすれば完全に覚醒するはずです。ナラクはそれでいいのか？え？私がナラクのことを全く意に返さなくなり、ただヨーマを倒すだけの存在となってもいいのか？それはどうしてそんなことを言うんですか？行こう、ナラク。この赤玉は私が持っている。あの二人どうしちゃったんだろう。覚醒したカグラちゃん、なんか思っていたのと違う感じね。当然の結果ね。修行の成果ね。おかえり。どれにするんだ？物語を進めるんだな。ホムラ、いざ参る。あ、待ってよ。いってらっしゃい。ひどいありさまだ。私がナラクのことを全く意に介さなくなり、ただヨーマを倒すだけの存在となってもいいのか？
なんだ、この気配は。これは妖魔を呼び出す術者だな。神楽様、行ってみましょう。赤玉を手に入れることができるかもしれません。あれはなるほど、あやつが妖魔を呼び出していたものだな。いかがいたしましょう。ここにアスカとホムラがやってくる。しばし静観しよう。手は出すな。わかりました。道元、どうしてお前がここに。そろそろ祭りの仕上げにかかろうと思ってな。お前たちの邪魔はあったが、おおむね計画通りだ。計画って、じゃあこの騒動の原因は。ああ、私が日本各地に妖魔を解き放った。忍びどもの力を京都から遠ざけるためにな。だったらこれ以上は好きにさせない。私とホムラちゃんで止めてみせる。止める？この私をか。伝説の忍び半蔵でさえ不可能だったのに。え、じっちゃん、じっちゃんに何をしたの。私の周囲をちょこまかと飛び回っていたのでな、引導を渡してやったわ。お前もすぐに半蔵のもとへ送ってやろう。嘘だ、じっちゃんがあなたなんかに負けるわけない。落ち着けアスカ、道元の戯言に耳を貸すな。お前は半蔵の強さを誰よりも知っているはずだろう。うん、そうだね。道元の言葉なんかよりも私はじっちゃんの力を信じる。じっちゃんは死んでなんかいない。道元、貴様の狙いは何だ。前にも話したと思うが、私にとって妖魔はビジネス。そう、金を稼ぐ手段の一つに過ぎない。しかし天性の玉は違う。ロマンだ。私のロマンなのだ。長年妖魔の研究をしてきた私なら、天性の玉を手に入れさえすれば、神楽の力をこの身に宿すことも可能だ。最強の力を浪せずして手に入れるこの快感、素晴らしいとは思わないか。ああ、素晴らしいよ。素晴らしいほどのクズだな、お前は。あなたみたいな人に天性の玉を。カグラちゃんを渡せるもんですか。ふん、ならばお前たちに見せてやろう。何？傀儡の術を自分にかけただと。その通り。普通の人間は肉体の限界を
自分の意志では外すことができない。しかし私は空腹の力で肉体の限界を解放したのだ。さあかかってこい。人間を超えた力をたっぷりと味わわせてやる。いざ真紅の道に舞い散れ。どうだどうだどうだ。私の速さについてこれるか。技あり。忍び転戦。私の力に耐えきれるか。私のは忍び変身。まさに見とれてしまうか。私のこんな奴が蛇所にいたかと思うと心の底から情けなくなる。アスカ、お前の力を貸してくれ。こいつを徹底的にぶちのめす。もちろんだよ、ホムラちゃん。ガチドキ。こっちの本気だ。もたもたするな。ヒエンランブ。こんな感じかな。まあ悪くない。北海道製薬のもとに探す。行くよ、ホムラちゃん。いいぞ、アッカ。ヒエンランブ。決まったね。お。私の野望。やったね、ホムラちゃん。ま、余裕だな。うわ、肉体の限界を解放した私がこんな小娘二人にやられるとは。道元、お前は本当にアホだな。わざわざ傀儡の力など使わなくても私たち忍びは肉体の限界を解放できる。そう、日々の修行の成果でね。今の力は特別なものだと思ったの？そんなことなら忍びはみんなやってるよ。道元、確かにお前は強い。しかし忍びとしては努力を怠った。それが敗因だ。くそ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 。まだだ。ここで終わるわけにはいかぬ。天聖の玉を手にするまでは。その構え、巨大妖魔を呼び出すつもりか。調子はいいみたいだな。また強くなっちゃった。
おかえり。なんや、せやな。